フェニーチェ劇場はイタリア・ベネツィアにある歌劇場である。日本語でもしばしばラ・フェニーチェと表記される。イタリア語でフェニーチェは不死鳥を意味し、その名は1773年に火災で消失したベネツィアの他の歌劇場の光景を自負して名付けられた。その後この劇場時代、1836年と1996年の2度に渡って火災により全焼したが、 その都度再建がなされ、不死鳥の名にふさわしい歴史を誇る。ベネツィアとオペラの関係は古い。1630年、モンテベルディの略奪されたプロセルピーナプロソルパナラピタが、ベネツィア総督モチェニーゴダンドロの邸宅で行われた、とあるのが、ベネツィアの記録上最古のオペラ演奏である。17世紀には少なくとも16の歌劇場が競合するなど流星を極めていた。 サンモイゼ劇場は1640年に会場、1818 18年まではオペラの定期公演が行われ、ビバルディア、パイジエロなど18世紀のオペラ作曲家の新作が多く、ここで上演された。後にはオペラブッファに特化した運営となった。ロッシーニのオペラ、翻訳手たラコンビアーレ・ディマトレモーニョやブルスキーのシールシニオールブルースキのオッシア・イル・フィール・パー・アドザルドなども、 当劇場の移植になる作品である。サンサルバトーレ劇場は1661年、会場、ゴルドーニの劇曲の多くが演じられたことで有名だが、ここもまた18世紀から19世紀前半には、有力なオペラ劇場であった。ジュディッタ・パスタが、ベッディーニ作曲、ノルマを演じた記録が残り、また、ベネツィアの劇場中最も早く、ガストによる照明が行われた。 サンジョバンニ・クリソスとも劇場は、マルコ・ポーロの邸宅があったとされる一角2687年に、会場、フェニーチェ劇場の創建以前は、ベネツィアで最重要の歌劇場と考えられていた。この劇場は、グリマーニカという符号の運営になる劇場のうちの一つであり、少なくともここベネツィアにあっては、入場料さえ払えば、身分に関係なく、誰でもオペラを鑑賞できる。 最初の劇場となった。ヘンデル作曲、アグリッピナは当劇場で初演された。1836年に、当時の巧妙なソプラノ歌手、マリブランが28歳の若さで急性した時、前年に当劇場で、ベッディーニ作曲、無友病の女らソナンブラを歌い大成功を収めた、ことを強くするためマリブラン劇場と解消された。20世紀に入ってからは、映画館に改装されたが、 その後もしばしば小規模オペラの公演に利用され、また、後日の1997年からのフェニーチェ劇場、消失再建期間中は仮劇場の一つとして活用された。グリマーニアの歌劇場のうち、その内装の優美さによって18世紀後半に最も流星を誇ったのが1755年に創建のサンベネデット劇場だった。この劇場は、 積数1500の大規模なものであったが、1773年の火災で消失する。劇場再建にあたって、土地の所有者ベニエル家と劇場の運営者側との間に法的係争が発生、ベニエル家に有利の最低額だった。その結果劇場運営者側は同地を去り、そこから徒歩10分足らずの近接地カンポサンファンティンに新劇場を建設することとなった。 新劇場は、火災の困難に打ち勝つという意味を込めて、不死鳥イコールフェニーチェ劇場の名が付けられた。なお、サンベネデット劇場は、結局1787年に、ベニエル家によって、単独再建がなされた。フェニーチェ劇場開場後の1813年に、至っても有名なロッシーに作曲、アルジェのイタリア女、イタリアーナインアルジェリーの初演がこの、 サンベネデット劇場で行われていることから見て、少なくとも一定期間はフェニーチェ劇場にもする歌劇場としての地位を得ていたとみられる。なお、同劇場は1868年にロッシーニ劇場と再解消され、1925年からは映画館として使用されている。常日のようにフェニーチェ劇場は火災で消失したサンベネデット劇場の光景として、 創建された。劇場設計案は1789年11月1日に工事された建築設計協議によって公募された。劇場へのアクセスがゴンドラあるいは徒歩に限られるベネツヤアの特殊事情を反映してコンペには、主入り口はメヌを運河に面すること、そして大型ゴンドラの利用を勘案しその幅は最低6メートル確保すること等の微細にわたる。 条件が付されていた。また、コーヒー等の試行品販売に充てるスペースの確保、火災予防、炎症防止設備への考慮なども条件に記載されている。サキたタス1792の文字。大衆はこの名文までセルバのやゆに利用した。コンペには、イタリア各地から多くの建築家が参加、記録によれば28の設計案が競合、事案を宣伝し、 パーを抽象するパンフレットが飛び交うなど白熱したものだったという。最終的に審査委員会は当初一般にげバ票の高かったピエトロビアンキの案を尻溶けジャンアントニオセルバの案を勝者としたが、これはベネツヤ大衆の合々たる非難の対象となった。セルバをやゆする増言やソネットなども記録に残っている。例えばセルバは 劇場のファサードに先立つという名を刻んだが、これを反対派は、サインオルディネカムイレギュラリテートイレグジットテアトルーム、アントニヌスセルバと読み替えて皮肉った。王子における、歌劇場建設がいかに関心の高い、イベントであったかを伺いしれて興味深い。客席規模約1500を持つ、この新劇場は1792年4月には、完成。 5月16日にパイジエロのオペラアイ、ギオチ・ディ・アグリー・ジェントにより会場した。画家フランチェスコ・フォンタネージのデザインによる美しい内装とロイヤルボックス的なものを配し、174すべてのボックス席がほぼ同型同大に作られているという構造が特徴的であった。この平等主義的アプローチに当時のフランス革命の影響を見る向きもある。もっともベネツィアが ナポレオン支配下に落ちた1808年にはセルバの手によりロイヤルボックスが仮増設された。フェニーチェ劇場は当初からベネツィア、あるいは広くヨーロッパにとっての中心的化劇場としての地位を確立した。ロッシーニ、ベッディーニ、ドニゼッティの新作初演を含む数多くのオペラが上演された。しかし、同劇場は1836年12月13日深夜、 火災で消失する。導入されたばかりのオーストリアンストーブから出火したとされる。この火災は沈下までに丸3日を要したという1837年再建時の内部。ただし1階部分の広さには明らかな誇張が見られる劇場はわずか1年で再建された。外観的にはセルバの原設計はスタッコ仕上げに至るまでかなり忠実に再現されたが、 昨日上は1792年原建築でオペラ演劇奏法の利用に配慮していたのを再建ではオペラ上演に特化するなどの変更が見られる。また、メヌオウンガに面した主入口にはゴルドーニとセルバを検証するレリーフが掲げられた。1837年12月26日、再建初演はジュゼッペリロのラベンナのロスムーンダロースムーンダインラベンナ。その後、 1854年及び20世紀に入っては1936年に、それぞれ大改修がなされた。再建後もイタリア半島の主要歌劇場としての地位は、失わず、ベルディ中期の傑作、リゴレット、椿姫などの初演が、このフェニーチェ劇場でなされている。1996年1月29日、修復工事中のフェニーチェ劇場は再び火災で、全焼する。 原因は補修作業の遅れにより医薬金の支払いを求められていた電気工事業者による放火という前代未聞の事態だった。2001年3月には容疑者である二人の工事業者がそれぞれ禁錮7年と6年の実刑判決を受けた。再裁立てなった劇場の内部、2005年撮影予算や再建方法をめぐる様々な混乱のため、 再建工事は2001年になりようやく開始された。特に内装に関しては消失以前の資料が決定的に不足していたため、焼け跡に残されたシャンデリア等の再利用、遺物に基づいての復元、果てはこの劇場が用いられたルキノ・ビスコンティ監督の映画作品、夏の嵐の映像を参考にするなどの苦労があったという。こうして、 ほぼ消失前の異様を取り戻したフェニーチェ劇場だが、内装が以前と比べて明るすぎる、音響面では劣化した、と、一部には否定的な評論も見られる。劇場は2003年12月14日、リッカルド・ムーティ式によるコンサート形式の演奏会をもって再会場した。最初の曲目は、ベートーベンの序曲、剣道式オーパス124。 音響面の手直しや舞台設備据え付けの関係で、オペラ上演の再開はさらにその1年後、2004年11月、演目は、かつて陶劇場で初演された、ベルリー、椿姫。再建に要した総コストは9000万ユーロという。2001年と2005年の2回、陶劇場が来日引っ越し公演を行ったのもその費用年出の一助となったものとみられる。 1930年からは、フェニーチェ劇場は、国際現代音楽祭の会場ともなっており、以下のような新作オペラの初演がなされた。ありがとうございます。